今ね、どのアイテムを、好感度を100にするようにしてんの。これもっと安いやつでいいの。15。ほら。そうすると、教えてもらうのじゃなくて、パスウェードがプラス4ポイント。説得ってやつなんだけど、これまあ、いろいろ習ったりもできるんだけど、プレゼントあげまくるのが一番早い。ほら、3516だから、あと、84。だから4つずつだとしたら、21回。そう。それに気がついた。なんでかっていうと、なんだっけな、どっか、盗賊のところ行って女の子を説得するのに、これが多分4だったらいけるはずなんだよ。行くの諦めたんだよ。なんか、シャローなんとかって。もう、ランまで終わってるんで、60の処方一番安いやつ。一つ。で、多分4ポイント。二つ。4ポイント。どうせ4ポイントしか上がらないんだったら、これ10に上がるんだ。あ、もう行っちゃった。2回。2回。町、この町が2つ目の町なんだけど。3528。ちょっとずつ進んでます。あとは、72。なんか、いい範囲に入ってきた。ちょっと、なんで邪魔なし、邪魔しないで、結構、こう。もうお前、ここにいてよ。邪魔された。あ、こいつお菓子売ってるやつかな？100なってる。あ、もうダメだ。もうこいつやっちゃった後だ。お菓子な。安いもんで。好感度上げるの一番得だから。お菓子で上がるやつあんまいないけど。子供とか。オールドグランパー、お前もできんの？なんだ、ギフトできないじゃん。お姉さんもやっちゃったっけ？もうやっちゃったかな、全部。ギフト。100なってない。あ、さ、こいつこのお菓子みたいなやつ。くそ、やりきっちまったか。お茶屋さんも？あ、そうだ、もうここやりちゃったんだ、俺。別の街に行かなきゃダメだな、これ。あー、ダメだ、こいつもな。こいつやった記憶があるから。まあ、やったっけ？難しくてできないやつもいいんだよね。あ、ダメだ、もうやってる。じゃあ他のとこ行こう。そう、仲間もね。おっちゃんは？ダメだった。はぁ、あ。高級なとこの人は高いんだよね。こういう人たちは。ランクが高いもんじゃないと受け付けてくんなかったです。あ、こいつよかい。すごい。60代。じゃ、これでいけるわ。2、3、4回いけた。オッケー。これもっと買っとかないとダメだな。いいね。最高。3544。あと56。こいつ仲間なんだけど。あ、100か。ちくしょ。あ、お前らまたなんだっけ。あ、You match an artist coming to the city must be have. あ、知ってる人も聞いたよ、それ。何回も言わなくていいよ。あの、聞いてない人とかいるからダメか。
こいつらもいけんだけどな。お前いけたっけ？これダメかな？ギフト、あ、でもあれだ、銀のこれしかないんだよな、こいつらな。これやっぱりある、数、限りあるからな。あ、これならいいか。とにかく安いやつで。4。もったいねえな。5。もういいや。どう？トレードでいいものもらえるんだったな。これくれるんだよな。いや、これ、手間かかるから。いざという時に取っといた方がいいじゃん。まあ、こんな感じ？今までまた5つ行ったから、あと40回ぐらい。なおっさん。ギフト。あ、お前もいいな。安い。ほう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 。お茶でいいのは。じゃあ、となく安いの買っとこう。あいつこれだったよな。オール。オール。あ、高っ。ああ。こんなもんかな。これは、どんどん鑑定しちゃう。あらら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 。これだ。鑑定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 。ワースレスだとあげられないんだよな。ちくしょう。ワースレスわかる。オッケーオッケー。ワースレスはな、交換に使うしかない。ワースレスダメだ。1。ワースレスダメだ。1。またワースレス。なんか運が悪いな。来た。ロータスティーカップ。ビッグウォーターボール。また忘れです。ショック。ビッグウォーターボール。忘れすぎた。ビッグウォーターボール多いな。これさっきのとこ行って、かけごと屋さんのところのおっさんにあげれば。ここだ。邪魔。よし。あげる。あれ？ビッグウォーターボール来た来た。これロータス。あ、もう100になっちゃった。どうだ？ 3580。あ、あと16。あと4つだよ。いいね。この親父は。あれ？これもやったっけ俺。あ、もうやった。ちょっと2階だ、あ、何もいないよ、2階な。だいたい、簡単に行けるとこ、あ、ここのおじさんとかもできるかも。あ、ダメだった。おじさんは？高級そうだね。まだ学んでないんだってことは手が出ないんだ俺。そう、学用品？勉強関係のはまだ手に入んないんだよな。学校行って盗んでくればいいんだけど、それはなんか嫌だなと。前はやったけど。そっかー。あ、じゃあここのお姉ちゃんとか。あ、しまった。呼ぶ気はなかったんだけど。お姉ちゃんじゃねえじゃん、こいつかよ。あ、
これ高級なんだよ。あ、もう100になってる。あ、そうだ。ここのものもらっちゃったんだもんな、俺な、全部。棚のもの全部取っちゃったんですよ。そっか。ああ、じゃあ武器屋さん。これの鍵開けも練習したいんだよな。ギフト。お、これは楽。1、2、3、4。あ、いけた。エキスパートになった。どれぐらいいってんの？ちょっと待って。もう100までいっちゃう。あ、4つずつまた増えてる。ほう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 。上がった。説得。次は6000か。4ポイント増えるのは変わんないんだ。おお、おお。よかった。これでタダでもらえるわ。いろいろと。前隠れてもらったけど、今ね、もう、100にしてからタダでもらった方が、説得も上がってお得？だよね。そしたら勉強もできんじゃん。おぉ。こうやって何か上がったんだっけ？こっち？ウェポンスマイスかな？アーマーなわけないもんな。スタミナハズディクリーズとウェポンスマイスポンタ100。ほんのちょこっとだけ上がった。なんか作れる？作れるね。コストかからないのがいいな。クラフ、キャンクラフト。3種類しかない。あ、木がないのか。木とんのめんどくさいんだよな。あ、そっか。あと皮だけで作るのがないな。なるほどね。4、5、あ、4、あ、どっちにしようかな。意味ない。光りすぎ。まあいいや。これはそのうちやればいいから。これはレベル4だっけかな。まあ、4だ。無理無理。2までしか行ってないんだよ。ダンジョンをやっと師匠が教えてくれたから、これからどうにかなりそうだよな。やった！説得4。これだけあれば。ランク4あれば。多分、まあまあ、いろんなクエストで役に立つはず。